町の女のマリーは美人だった。お得意の客もいて貢いでくれた。客が帰った後は今度はマリーが遊びに行く晩さ、彼のところへ。バスへのホールへ出かけてゆく小柄な男で、あこぜを行き、彼が弾くジャバに耳を傾け、踊り場には目もくれないで情を込めてその目を見つめる。彼が熱演する姿、彼の素敵な指の動きに胸も手も足も体も痺れて歌いたくなる。全くこの近場と来たの。街の女のマリーは寂しかった。アコーディオン弾きは兵隊に行った。彼が帰ってきたらお店を持とう、二人きりで働く可愛い店を。毎晩彼は微笑みながらマリーのためにシャバを行く。茶葉を口ずさめば彼が寝る顔、情を込めてその目を見つめる。彼を熱烈する姿、彼の素敵な指の動きに胸も手も足も体も痺れて歌いたくなる。全くこの茶葉と来たの。街の女のマリーは一人ぼっち、若い女たちはじろりと睨むし、男は誰も声もかけない。焦れば焦るほど悪くなるだけ。死んでしまったアコーディオン弾き、それでもくたびれた足はあのホール。